9月30日加古リバーズ、今週会が加古川の池町商店街にある川の町リビングで約30分が開催されます。撮影班が動いている。いつかさん、ありがとうございます。三宅さん三宅です。今日ほんま全員撮らせていただいたけど、アップするかどうかは私の権限で勝手にやりますって。あるかも分かります。それより前に私自身の動画を見て反省点が何点かあります。はい、あ、これ今ね、意外とハマっとんですよ。YouTube をね、いやらしい、あ、YouTube いやらしいわ。韓国に行ってきました。で、これは大学の視察旅行で行ってきたんで、真面目なあの旅行です。それを今ボツボツ上げていこうかなと思ったんですけど、それをずらして先にこれを上げるか10日ぐらい日が変わります。まあそれはさておいて、YouTuber もう YouTuber や。 YouTube 3年になります。毎日アップして、で編集に皆さんもご存知のように大体 2時間から3時間かけて、その時間を捻出するために朝4時台に起きてやってます。でね、大きな副産物が健康になりました。長くなるぞ、これ長くなるぞ。あと8月末で3年になるんですけど1時間ぐらいやと毎日あげてます。だから公演が1回もコロナにもかかってませんし、風邪もひいてません。ちゃんとやってます。これからもやっていきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみに来年1月で80になります。よろしく。すごい。はい。三宅さんが YouTube 撮っていただいてるみたいなんですけど、なんか顔出し NG の方っていらっしゃったりしますか？お申し付けください。見る方が OK なら OK です。見る方が OK どういうことですか？とりあえず OK ということで、見て苦しいものですみたいな。あれ帽子かぶらない。これ持っていくわ。こっち持って、少ない方でいい。謙虚なところです。たまたまなかった。たまたまゲットしてきました。うわあれはいいの。やっぱり若者のテーブルやな。まず自己紹介。兵庫県から。よろしくお願いします。特技は？得意技はけん玉です。わお。やってみて。やってくれるの？やって。頑張れ。頑張ってください。会長はもしもしかみよ。もしもしかみよ。おお、うちでお前ほどかゆみ、みの呪いものはない。ありがとう。はじめまして。
ほんま皆さん、はじめまして。坂口さんが明日される川の町マーケットのデザインをさせていただきました。と、作ると出会うっていう、同じ籠が河川敷で、同じ場所でやるイベントの主催を1週間前に、ここリバースより1週間前にやります。福士さんとか出店します。はい、出店してもらいます。秋元真奈さん僕は よろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。今日一日が皆様にとって素敵で良い日でありますように。